皆さん、こんにちは。本日は、恩師という言葉を通じて、恩師の存在について、お話をいたします。私にも、私の恩師がおります。今私は本山に奉職しておりますので、その恩師の元からは離れておりますけれども、これまで、片時も恩師への尊敬、それから感謝の念を忘れたことはありません。私の恩師は中途半端だった私の生き方を正しい道へと導いてくださった存在です。先日ですけれども、今日は恩師からたくさんの教えを受けたんですけれども、二つばかり皆さんにご紹介をいたします。まず一つ目は、感じたら動けという教えです。例えば、師匠が、重いカバンを持っていたとします。その時に、あ、カバンが重そうだな、お持ちしないと、先生、カバンをお持ちしますと言って、すぐに行動に移せるかどうかということです。中には、それに気づかない人、あるいは気づいても、まあいいかというふうに、まあ知らん顔してしまう人もいるかもしれません。ですが、自分であればどっちの生き方をするか、どっちを選択するかということでないかなと思います。私の恩師は、このように気づいたら行動しなさい。そういうことを、そういう生き方をしなさいと教えてくださいました。